皆さんこんにちは、さきです。本日は韓国に今旅行に来てるので、オリーブヤングで買ったコスメを紹介していきたいと思います。さっきオリーブヤングに行って、全部で30点いかないくらいだった気がするな。全部で443,320ウォンなので、約45,000円分ぐらい購入いたしました。まずはパック部門ですね。パックもたくさん買ってきました。どっさりと。まず一つ目が ISOI、 なんて書いてあるかわかんないんだけど、私の目の前にいたお姉さんが爆買いしてたのでいいのかなと思って、私もちょっと買ってみました。便乗されて、これの緑のやつを買いました。モイスチャードクタークリーム、保湿系なのかな、わかんないけど、そんな感じのやつを買いました。あと日焼け止めかなんかがバズってたんだよね、それのパックバージョンみたいな、ちょっと気になって買ってみました。ちょっとオール韓国語すぎて全く読めないんだけど、でもなんか保湿とかそっち系だった気がします。パックって韓国じゃなくても買えるじゃん。日本でも韓国のパックいっぱい売ってるから、なんかあんまり日本で見ないやつを今回ピックして買ってきました。でも本当にどれがいいかとか下調べしてないで行ってきたんで、ストックが少なそうなやつを全部買ってきました。でそれのヒアルロンはい、ちょっとよくわかんないけど、ヒアルロンスムージーそんなようなやつを買いました。マイナス5度って書いてある、お肌冷やしてくれる系、そんな感じのやつ買いましたと、これはよく見るよね、なんか鹿とヒアルロン酸が入ってるみたいなやつ、これアンプルがすごい人気のやつを買いました。こんな感じで、はい、パックは以上ですね。いつもの定番商品といえば待ってましたって感じで、ウノブのこれでしょ、あとこれでしょ、あとこれでしょ、とこれ。しかもね、ワンプラスワンだから全部2つずつ入ってるの。いつも私はシャンプーして、この普通のトリートメントして、洗い流さないトリートメントと、これも洗い流さないんだけどスプレーになってるシュッ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 ってするタイプなんだけど、全部でこの4つをライン使いしてて、私結構本当に髪の毛めっちゃ汚かったんですけど、暗髪してまたハイトーンして、暗髪してハイトーンして、毎月色変えちゃいますみたいな。髪の毛本当に汚くて、切ってさらにこれに変えてから本当にめちゃめちゃなんかおかしいの入ってんじゃないって思うくらい髪の毛綺麗になったの で、 最近ねコスメデコルテのやつを使ってて、私の髪の毛には合わなくてすごいキシキシになるんですよね。だけどこれは本当にめちゃめちゃ潤うし、お風呂上がりから違うっていうのがすぐわかる。髪の毛が慣れるとかもなくてずっといいみたいな。本当におかげさまで私髪の毛本当に自分でもわかるくらい綺麗になったので、とてもおすすめです。なんか前モレモとか使ってたんだけど、モレモもいいのにそれの500倍いいって感じ。だから全員買った方がいいと思う。ケラスターゼの高いやつをラインナップで使ってたんですけど、それよりもはるかにこっちの方がいいだし、こっちの方がはるかに安いから、もう一生使い続けていくって私は約束します。で次がラネージュの、これがトナーかな、美容家の人がめちゃめちゃいいみたいな感じで言ってて、そのめちゃめちゃいいの内容忘れたんで、ちょっと何もお伝えはできないんですけど、とりあえず良かったらしいですっていうやつを買いました。あとそう、欲しかった日焼け止め、この日焼け止めがずっと気になってたんですよ、 X で見てから。テクスチャーとか試すことなく買ってきちゃったんで分かんないんですけど、これも良さそうだったんで買いました。これもワンプラスワンで2個入ってました。あとマイメロ、なんか歯磨き粉、あんまこれも信用はしてないんだけど、着色ごっそり、ステインをしっかり除去する、有効成分で着色汚れを浮かせて落とすって書いてありますね。私アイスコーヒーも大好きだし、着色汚れが取れるならと思って買いましたしかもマイメロちゃんついてるらしいよこれ、かわいい。しかも鏡こうやってやったら私顔がマイメロの人みたいになってる、かわいくない。でもパケモン、次これなんか乳酸菌のやつらしくって、韓国にめっちゃ行ってる人がめっちゃおすすめみたいな感じで言ってて、腸内環境って確かに本当に大事らしいのね。腸内環境を整えていないとどったらこったらみたいな、そのどったらこったら忘れたんだけど、なるほどねって思うような理由だったの。私も腸内環境絶対悪いだろうなと思って買ってみました。で私これを買ってたのアマゾンで、なんだけどなかなか届かないなって思って、気づいたらこれが配達済みになってたの。昔住んでた住所の消し方が分からなくて、何年も前に住んでた家の人に送りつけてて、ご丁寧にその方も受け取ってくれてて
ていうのをずっと繰り返して、多分これもその方のところに届いてしまって、私の手元にはなかったのでやっと買いました。続いてこちら、久しぶりに買いました。これはね、韓国歩き回って疲れたなと思ったから今日飲もうと思って買いました。これは前回も多分言ったけど、もう別に飲んでなくて、今はお肌が綺麗になるかどうかは知らない。すごい疲れが取れる、キューピーコアゴールドの錠剤みたいな感じのテンションで、朝まで仕事が続いた時とか連日ハードワークの時とかはすごくおすすめなやつです。続いてこちら、これも X で見たやつです。 BB クリームみたいな、日焼け止めみたいな。私もこれさ、 X で見てたから絶対買うって決めてて、待って、え、違う方買ってた。これのシリーズの BB クリームみたいな、日焼け止め兼みたいな、ラロッシュポゼの似てるやつみたいな感じで紹介されてて、え、めっちゃいいじゃんと思ってテスター試して良さそうだったから買ったんですよ。けどなんとクリアの方で、これはベースメイクとかには使えないやつ。おいどんと高橋家に渡します。最悪、明日買おう絶対に。で、ここからはコスメの紹介になります。まず一つ目、バニラコのリッププランパーです。これ実は Amazon で頼んでて、もうすぐ多分届くんだけど、それを待つのが待てなくて買ってしまった今日。ちょっと塗ってみよう、どれくらい痛いか。キーボーと同じぐらい痛いって噂で、私キーボーのやつより痛いって思ったプランパーなくて、どんぐらい痛くなるのかちょっと楽しみ。多分ピンクとクリアがあったんですけど、ちょっとピンクっぽいやつ買いました。続いてこちらです、ペリペラのマットリップですね。13番と12番買いました。韓国に住んでるさ、マホさんっていう方がいるんだけど、私好きなの、個人的に超おしゃれ顔って感じの可愛い方で、その方のメイクがめっちゃ好きなのね私。その方がめっちゃいいよって言ってつけてた、いつもよく使ってるリップですね。待って、これ痛いわ、痛っ、キーボーより痛いわこれ、痛っ。私ココイチの8辛まで食べたことあるんですけど、ココイチの8辛を唇に乗せてるみたいな、あれ結構痛みに強いんですけど、本当に痛い、ちょっと涙目になってきた、痛い。でもこれ我慢した先に唇のボリュームが待ってるってことだもんね。だってマジで本当に涙目なんだけど、わかる？待って、本当に痛い、耐え難い痛い、これ大丈夫そう、これ痛いけど確かにボリュームアップしてる。これ本当に痛いので気をつけてください皆さん、本当に痛みに強いんですけど本当に痛い。でこのリップね、12番。これは結構おしゃれ系のメイクじゃないと多分使えないし、メイク上級者さん向けだとは思うので、あんま万人受けではないと思うんですけど、私結構こういうカラー好きなので買いました。唇ぽってりさんとかすごくおすすめ。唇薄い人だとちょっとなんて言うんだろう、ちびまる子ちゃんの藤木くんになっちゃうと思うんだけど、まほさんはめっちゃ唇がポンって結構大きめな可愛らしい唇なので、そのボリュームリップにグラデーションでこれを使うメイクをしてて、それがすごい可愛かったっていうで、真似したいなと思って買いましたっていう感じです。で次がこれ13番、これもちょっとねディープ系のカラーになってます。暗め、黒混ざってますみたいな、スモーキーメイクとか純也風メイクとかそういうのに使ったらめっちゃ可愛いなと思って買ってみました。続きまして、久しぶりに VDL 買った、最近またバズり出してるよね、ほぼ似たような色なんですけど、チークの08番と02番ですね。ちょっと両方くすんだ感じの色で、最近私でもくすんでる系の色好きなんだよね。柔らかい方とくすんでるよみたいな方を買いました。全部で4色ぐらい買おうとしてたよね、けど完売してたので。で続いてバニラコの涙袋ペンシル07番と08番を買いました。ピンク系とシルバー系のラメのやつを買いました。これも X で見たんだけど、加工なしでめちゃめちゃキラキラしてて可愛いみたいな感じでバズってて、セレブのコスメの試作で涙袋ペンシルを作ってるんですけど、ラメのやつがめちゃめちゃ発色が全然思うようにいかなくて、多分今4回目ぐらい修正入ってるんだけど一向に直らないし、すごい頑張ってメーカーさんも直してくれてるんだけど、だからラメ作るってすごい難しいんだなと思って、セレブのシャドウのラメも多分100万回ぐらい修正入れてやっとあそこにたどり着いてるから、ラメって難しいんだと思うの。けど今まで見た中で一番ラメが本当に写真通りめちゃめちゃ綺麗だった。
加工でうるうるさせたいとか、それこそレッドとかに載ってる写真とかって結構加工されてるもの多くって、で実際使ってみてちょっと雰囲気違うなみたいな結構あるんだけど、ちょっと半信半疑だったんだけど、本当につけてそのまんまの発色だったんで、すごいわと思って買いました。で続いてこっちリップペンシルだわ。02番と01番買いました。ちょっと濃いめのチェリーレッド系のピンクと薄めのピンク買いました。でこちらがデュアルタイプアイライナー、あれだと思って買ってた唇のやつ。でもこれは多分涙袋っていうよりも唇に塗った方が可愛さそうなんで、アイライナーを唇に使いたいと思います。はい、以上です。後半唇痛すぎてちょっと何喋ったかも覚えてないわ。痛い、今も痛い。やっと落ち着いてきたけど今も痛い。びっくりするぐらい痛い。さすがにこれは多分ちょっと軽い気持ちでつけたらちょっと火傷するぜって感じ。でも本当に多分唇はめちゃめちゃボリュームアップするし、なんかちょっと赤っぽくなる。メイクする前にこれ塗ってちょっと唇をボリュームアップさせて、そこからメイク開始みたいな感じのテンションで使うのがいいんじゃないでしょうか。今日1店舗しか回ってないので、また違う店舗明日明後日行って、もし購入品が追加であったら、なんで笑ったの、また行くんだって思ったの。明日も明後日も多分行くと思う。ちょ、店舗によってラインナップ違いますから。あとあれ買わなきゃいけないから、これの本ちゃん、明日もよろしくお願いします。ということで、また購入品があれば随時ストーリーか、まあ、また動画撮るかして皆様に共有していきたいと思います。昨日と今日買ったお洋服の購入品紹介をしていきたいと思います。オリーブヤングの購入品は紹介したと思うんですけれども、こんな感じでたくさん買ってきました。全部で10店舗くらいでお買い物をしました。そんなに数は買ってないんですけど、結構たくさん気になるお店があって買ってきたっていう感じになってます。1つ目、まずこちら、名前の正式名称というか正式な呼び方は分かんないんですけど、香水を買いました。ハンドクリームとか香水が売ってるお店なんですけど、ハンナムでこちらは購入しました。ハンナムにもあったし、ソンシュにもありましたね。これが香水の香りの名前になってます。全部でね、6種類ぐらいしか多分香りはなかったんだけど、私が買ったのはこちらです。私が普段フローラルとムスク系が混ざった香りが結構好きなんだけど、ムスク強めみたいな感じの香りでした。柔軟剤のちょっと香水が混ざったバージョンみたいな感じのテンションの香りでした。結構韓国の匂いがすごい私好きで、日本にあんまりない匂いというか珍しい匂いが多いなっていう印象で、まあ、買ってみました。ショッパーも可愛い。でハンドクリームとかもあったし、大きいサイズもあったんだけど、私はとりあえずまずはちっちゃいのからいつも試すので、ちっちゃめの30ミリかな、これから買ってみました。続いてジェントルモンスターです。日本にもできてるし、別にジェントルモンスターは何個か持ってるからそんなに何かを買うっていうつもりではなかったんだけど、カロスキルにさあるからさ、プラーっと寄って、まあ、並んでもない、日本ってすごい並んでるじゃん、並んでまで買いたいなって感じではなかったんだけど、ちょっと気になってるものがあったなって感じだったので、寄ったらたまたま在庫があって買えたっていう感じです。メガネの入れるケース、その時のシーズンとかあれによって変わるんだけど、今モフモフのゼニちゃんの毛はすごい抜けるんだけど、ビジュアルはすごい可愛いリボンがついてて、でそれで買ったのがこちらですね。この細長いタイプすごい欲しくって、似たような形は持ってるんだけど、私が持ってるサングラスの中では一番細めのタイプになります。これもう早速買ってすでに速攻つけてたやつ、この横長の細いやつがちょっと今年っぽくてすごい可愛いなと思って、最後のパーツだけプラスで買って、ジェニーちゃんがつけてたやつね、パールとかいろいろ垂れるやつとかいろいろあったんだけど、垂れるのも可愛いなと思ったんだけど、普段使いにはなーっていうことでこちらを買いました。こっち今ノーマルタイプなんだけど、このノーマルタイプにもすることができるので、とりあえず一旦このリボンにして、このパーツプラスサングラスで全部で4万いかないくらいでした。3万いくらとパーツが2000いくらだったかな。これめっちゃお気に入り。ミュウミュウとかセリーヌのやつとかもすごい使うんだけど、ここのパーツがゴールドだから最近シルバーのものが多いし、なんか意外とここまで登場シーンがないなっていうことで、これはデイリー使い、毎日会社行く時とかもつけれるなっていうので買ってみました。続いてこちらです。これ
最近ね、韓国でね、流行ってるブランドなんですけど、このブランドさんは、ツイッターとかでよくバズってる女優さんが、最近広告やってるブランドなんだけど、あとアクセサリーとか小物系がすごい可愛かったです。あとデニム系とかがすごく人気な印象でした。私が買ったのはハンナムなんだけど、ハンナムに多分2個店舗があって、ハンナムの大きい店舗で見て買わなくて、その後にヒンスの近くにある店舗、フラッと寄った時にたまたま見つけて買いました。非常に男性受けがよろしくないです。私がまさに求めてた、インディゴ私すごい好きで、インディゴだったんだけど、ブルーを買いました。オーバーオールを買いました。結構ダボダボでゆったりめのオーバーオールなんですけど、こんな感じの色、普通のブルーって感じで、身幅も結構大きくって、ちょっと片方垂らして中にベアトップとかタンクトップとか着てゆるく着れたらいいなと思いまして、男性受けは悪いとは思いますが、個人的に最近欲しいなと思ってたアイテムなので買ってみました。お値段は249,000ウォンなんで24,900円ですね。ワンポイントでついてるタグとかが可愛くて、これに白のタンクトップとかグレーとかのベアトップとか着たら可愛いなと思って、夏続いてこちらですね。大人気だと思います。珍しくバッグを買いました。まず一つ目、これもうすでに夜ご飯食べに行った時に使っちゃったんだけど、こちらのショルダーバッグを買いました。これハートとかのパターンもあったりとかするんだけど、個人的にこの細長くて薄い感じのやつが可愛いのと、この色が可愛いなと思って買いました。これ何色なんだろうな、ちょっと原色系の色です。ライムグリーンみたいな色を買いました。こんな感じです。レースアップがすごい可愛くて、サイズも調節できるようになってます。結構薄いんだけど意外と入る。2つ買って2つで4万ぐらいだから2万2万ぐらいだったんだけど、普段使わない色のものが欲しいなと思って、結構割とブラウンとか黒とかを私選びがちなので、じゃなくてこういうちょっと明るめのカラー、白黒のお洋服着てるんだけど、こういう時にちょっと暗いなと思ってこういうのを使ってあげるとすごく可愛いかなと思ったので、こちらのカラーがとてもお気に入りです。で続いてこちらです。まだ開けてないんだけど、これは手で持つタイプですね。実用的かって言われたら多分そうじゃないんだけど、ファッションバッグって感じですかね。ちっちゃいコインケースとパウダーとファンデーションとリップとか入りそうなので、まあ、全然問題はなさそう。これは薄いサックス買いました。でこのサックスもちょっとパウダーっぽい感じのサックスなので、この色が可愛いなと思って、でしかも今日履いてたデニムが結構白っぽいアイスブルーのデニムだったので、なんかそれに合わせてすごい可愛いなと思って買いました。これは何にでも合いそう。あとはここのブランドのこのパーツががっつり入ってるやつが可愛いなと思ったので、これを買いました。即決だった、これは。続いて、これは最近とかじゃなくて昔から多分有名だと思うんですけど、靴屋さん。私はカロスキル店で買いました。こういうサンダルを買いました。普通にシンプルに使えるヒールが欲しいなと思って、これはなんかデイリー使いに使えるし、私あんまり最近厚底履いてなくてヒール低めのものが気分なので、こういう歩きやすくて痛くならなくてっていうサンダルを買いました。ちょっと大人っぽいので何にでも合う。あと私ね、ここがめちゃめちゃ極端にこうやってスクエアになってるか、もしくはめっちゃとんがってるかのサンダルが好きなんだよね。なんか丸めになってるやつとかあんま好きじゃなくて、この四角くなってるスクエア2がすごい好きなので、こちらを買いました。これは5000円未満だった気がする。3000円とか3、4000円ぐらい。ザラとかでも本当何も気にせずにデイリーに履ける靴探してたんだけど、なくて全然いい感じのものがやっと見つけたって感じ。かなり可愛かったので、ぜひ韓国に訪れた方は見に行ってみてください。続いてグローニーです。これハンナムで買いました。もうすんごいテンポが流行ってた。しかも見て、最後にさ名前聞かれてサキって書いてくれた。2点購入しましたね。私は今回こちらのワンピースをまず1つ目買いました。結構ねボートネックというか広めな感じのネックになってて、まあそれも好きだし、カットソーでできてるワンピースなんだけど、 A ラインのワンピースになってて、カットソーなんだけどちょっとこういうクラシカルな形のワンピースが私昔からすごい好きで買いました。グロイニーといったら多分このタグがすごく有名だと思うんですけど、これも裾にワンポイントで入っててすごく可愛かったです。これは
私はブラックの S サイズを買ってます。9800円。はい、続いてこちらです。これすんごい嫌な顔された旦那様に。ハットです。これ何ハットっていうの。これ、まあ、とりあえずこういう感じのキャンプ系の人たちがよく被ってるイメージの買いました。髪の毛あるので被れないんですけど、小花柄でフロントはパーツでグローに行ったりとかデニムとかさ合わせても可愛いし、さっきのオーバーオールにこれにとかでも可愛いと思うんだよね。こういう感じで、まあ、男性受けは良くないと思いますけども、私がとっても好きです。こちらは書いてないですね。私も値段はわからないです。続いてこちらは初見のブランドでした。ハンナも歩いてたらたまたまね見つけたの。ここでは2つ買いました。1つ目はこちらです。ワッフル素材のペアを買いました。これは5900円って書いてあります。最初グレーがあってグレーが可愛さそうだなと思ったので買おうと思ったら、ちょっとこの色ないよって言われて、でもう1個のカラバリがこれしかなくて、でもこれ買うって決めてたから、あ、じゃあもうサックスでいっかと思って買ったっていう感じです。でもう1個がこちらです。これめっちゃ可愛いの。こちらのデニムのワンピースはさっきのブルーよりもちょっと濃いめのブルーっていうのかな、ガーリー系のカラーですね。この色もすごい好き。結構身幅が大きくってそのまま着ると脇の部分と横幅バストの部分がすごい見える。ここがわざと緩くなってるので、まあ、こういうベアとかを中に入れて緩く着るのが可愛いかなっていうワンピースになってます。結構ミニでこのスカート幅も広いのでレトロな感じで、ちょっとブカブカのブーツとか大きめのブーツで合わせたら可愛いなと思って買いました。まあ、こういう系のワンピース好きです。私すごくスカート部分がステッチで切り替えられてて、ちょっと下目なのもすごい好きだし、ちょっとレトロなこういうのも好きだし、あとこのイエローステッチもすごい好きだし、この胸下の切り替えもすごい好き。これは17900円ですね。 S サイズを買いました。このブランド初見だったんだけどすごい可愛かったです。大人っぽくて。続いてこちらはソンスのエンティで買いました。エンプティっていうお店自体がなんかセレクトショップっていうの、まあ、そういうシューズ系だったりとか、あとデザイナーズブランドだったりとか、いろんなものがあった。で、私が買ったのはクロックスです。ハンナムの靴屋さんでもあったんだよね。ただなんかいろんな形あるじゃん、ベーシックなタイプからいろんな様々なタイプ、全部デカすぎて重すぎて安定感があるやつじゃないとちょっと履けないぜってなって、でも欲しいんだよな楽なやつと思ってやっと見つけたっていう感じです。明日帰るだけなのでこれを履こうと思います。これは1万円くらいだったかな。はい、最後こちらです。うん、いい匂い。これもソンスでフラフラしてたら見つけたお店なんだけど、これはスキンケアブランドでした。とりあえずね、店舗がちょっと可愛くて気になったんだよね。まず1つ目、これがアンプルですね。これが毛穴のたるみと鎮静って書いてあります。テカリたるんだ毛穴肌、毛穴油分ケアですね。多分皮脂系、混合肌とか油分が多い系の肌の方にすごくいいような鎮静系のアンプルを買いました。私最近本当にちょっと気抜くと黒ずみがすごく、この鼻の黒ずみ、そういうのとか毛穴の結構凹凸みたいなのが目立ちやすくなる時期があって、今本当にその時期に直面してて、ただどうにかしたいなと思ってこれを急遽買ったっていう感じです。毛穴にすごい効くっていう感じでした。続いてこれの洗顔を買ってみました。これもさっきのこの鎮静系のこちらのタイプと同じで、これはパッククレンザーですね。敏感肌と混合肌の方と、あとまあ鎮静系が主にそういう感じのアイテムになってます。でそれを塗るこういうのも買いました。バター塗るやつみたいな。全体的になんかちょっとケーキとかそういうマカロンとかなんかそういうのをイメージしたお店になってて、でもう一個買ったのがクリームですね。2週間で完璧なハリツヤ肌へ。ほんま買えなとは思ったんだけど、まあ、せっかくなんで買ってきました。韓国産の柚子プラスグレープフルーツプラスレチノールプラスビタミンカプセル、まあ、レチノールが入ってる時点で気になるなと思って買ったんですけど、くすみとか張りのない肌とか弾力ケアをしたい方におすすめみたいな感じのもの。私くすみも気になるし年齢的にも張りも気になるし、まあ、良さそうと思って買いました。早速今夜使ってみようかなと思います。でそれのおまけでついてきたのが入浴剤とスクラブをくれました。
韓国にさ、友達がさ、たまたまさ、日にちが被ったから、旦那様と私と、その友達で、ちょっとご飯を食べに行ってきて、で、今もう12時ぐらいなんですけど、夜の。1日歩き回った上で、プラス、あんまり最近お酒飲んでないんですけど、ビール1、2杯と、マッコリ飲んだだけなんですけども、それだけで結構ふわふわしてて、目も赤いし、ちょっと眠いなみたいな。ちょっと、あくびが止まらなくなってしまった。っていう感じで、以上になります、購入品は。結構お洋服系多かった気がする。前回多分、おうどんとかと一緒に、韓国行った時は、12月か1月とかで寒かったの。今回は結構暖かかったし、事前にピックして行きたいなと思ったブランドとかを行けたので、たくさんちょっとお買い物をすることができました。これから韓国に行こうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてもらえたらなと思います。私は、ちょっともう今日は、眠いのね。この買ったアイテムでスキンケアをして本日は眠りたいと思います。皆さん本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。おやすみなさい。